サスペンスがいいというのですが、僕は今まで体験したことをベースに話を作っていたので。ガッパッ。あなたが奥様と娘さんの仇を討つんです。職業倫理みたいなのを超えたところで依頼者と関わっているように感じる。君の暴力は退屈だ。アイデアがない。え、先輩。自殺だって。式はいつだっけ？まだそんなんじゃないってねえ。私本当に死にたいんですけど。よろしくお願いします。